前方後円墳体制とは古墳時代前期に現れた定型化した前方後円墳の造営に見られる政治秩序。考古学者、津出博氏によって1991年に提唱された概念。なお、広瀬和夫は前方後円墳国家、近藤義郎は前方後円墳秩序の名称で同様の概念を提唱しているが、論者によって主張の力点が異なり、 特に国家形成論の観点からは、意見に対立が見られる。橋墓古墳、出博氏は、奈良県桜井市の橋墓古墳をはじめとする、定型化した前方後円墳の造影をもって、古墳時代の始まりとし、古墳時代は、その当初から、すでに国家段階に達していたとして、創生の定型化に見られるような一元化された、政治秩序を前方後円墳体制と呼ぶべきだと、 主張した。広瀬和夫は、日本列島各地に展開した前方後円墳の特質として、見せる要件としての可視性、形状における、成一性、そして、墳球規模に権限する、階層性の3点を掲げ、前方後円墳を、大和政権を中心とした主張層ネットワークすなわち、前方後円墳国家と呼ぶべき国家の表彰であると、論じた。そして、 前方公園墳国家とは、広瀬によれば、領域と軍事権と外交権とイデオロギー的共通性を持ち、大和政権に運営された主張層の利益共同体と定義されている。また、前方公園墳と前方後方墳との間には、階層性が存在し、前方後方墳は政治的に列位の二次的なメンバーの墓であるとしている。 近藤義郎は、前方後円墳の成立の歴史的意義について、機内中枢や機微を中心とする和の各地の進んだ、部族主張たちが、体内的、対外的必要から集まり、それぞれの狭いソレイの世界、つまり、地域ごとの祭祀的、政治的世界から抜け出し、前方後円墳の世界として、列島の多くの部族集団を祭祀的、政治的に結びつけたとして、このような、 和的世界の形成つまり前方後円墳秩序の創出によって日本列島各地の部族主張に明確な格差が持ち込まれたとしている。津での提唱した前方後円墳体制の概念は古代史研究や考古学研究において重大な提案であり、当該分野に関わるほとんどすべての研究者に影響を与えた。故障もまた提唱者による命名である 前方公園墳体制が広く踏襲されている。渡辺貞之は、弥生時代の末場に、弥生墳キュが、地域ごとに独自な形式で成立して、地域ごとの祭祀的世界や政治的勢力が形成されていたのに対し、古墳時代に入ると、前方公園墳の巨大化が見られ、突出粒は前方部に整えられていくとして、さらに、 墳球の形と規模において格差が明瞭に現れることに注目して前方後円墳、前方後方墳、円形、方形といった前方後円墳体制を形成するとしている。また、石野博信は前方後円墳を三世紀中央に大応募として採用されて六世紀末まで続いたとするが、事実としては、京太町にいて反乱の省であった畜子国造祝いも、 前方公園墳を増援していたことから、前方公園墳体制は、主張層の精神的中退に過ぎず、祭祀の内容も実際には大きく変質していったと述べている。藤田賢治は、巨大前方公園墳の築造が続いた約350年間の、当初から全土的に一体的な体制が成立したという、想定は多くの問題点を抱えており、同意できない。 古墳時代中期までは各地に大きな前方後円墳を築く権力構造が成立しており近畿中央部の主張と地方の主張との間にあったのはせいぜい同盟的な関係であったろうという指摘は一つの指標になると思う。と述べている。一方、天皇陵の形状及び規模、奇数及び分布、築造の時代推移、素形及び最古型の所在について 全国的な統計データから見た場合、前方公園分体制の実在は確認できないとの指摘も出されている。ありがとうございます。